はい、皆さんこんにちは。信長の野望ですね。続きをプレイしていきたいと思います。現在の情勢ですね、簡単に見ていきましょう。まず九州の島津ですね。今や毛利を圧迫しつつあると。さらには四国を統一した長宗我部で、近畿で勢力を保っていた石田が、ほぼ徳川に食われつつあるという状況ですね。このままいくと、おそらく島津と徳川が小競り合いをすると思うので、その隙になんとか、北陸、東北、この辺りを制覇していきたいと思います。早速始めていきましょう。騎乗させましょう。ここには兵力を残しておきます。軍議を終了します。このあと、軍団を一旦なくしてですね、総攻めにかかるようにしたいと思います。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。ごめんなさい、解散します。1個しか軍団持ってなかったんだ。じゃあ本拠地をですね、どこにするかというとこなんですけども、今ここにすると動員できる兵力がここまでか。この辺り結構兵力いるんですよね。この辺りも欲しいよな。7000、5000いますからね。ここにしますか。本拠地を飯田城に変えて、軍団を1個作りましょうか。さらにもう一個軍団作りましょう。直轄地になってしまうようなところですね。で、配属移動で、移動先なんですけど、総兵力が多いとこがいいですよね。7000か。ここにしましょう。ここに雪村を移動。さらに誰かを持ってきましょう。大輔かな。で、さらにはですね、編成をしておきましょう。攻略目標ですね。
こんなとこでいいですか。雪村が移動が完了したら総攻めにかかります。これで、戦闘に入っていきたいと思います。まずはですね、この辺りの武将を全員この辺りまで進めます。ここ3つ使いましたね。雪村を北越後まで進めましょう。大輔はちょっとまだ兵力が整っていませんね。これで北越後も3個使ったので、続いて勝ち木城、勝ち木も3つ使ったので、この鶴ヶ丘城ですかね、ここに兵を集結させてます。こんなとこですか。ここからも出陣できるかな。ちょっと兵力は少ないですけど、出陣させることができました。で、あとこの辺りが兵力意外と余っているというわけではないですね。はい、こんなとこでしょうか。あとは兵が集結するのを待ちましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。米を買っておきます。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。工作もしときましょうね。敵視していると。同盟をちょっと結んどきましょう。誰でもいいんで、またいいかな。はい、これでいいです。また米を買ってきます。きっとね、米不足になるのは明白なので、ご用を受けたまわります。買っておきましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。うん、間違った。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。米を売っちゃったんだな。間違っちゃった。大丈夫かな。ありがとうございます。米不足か。高山右近が死にました。表情を始めましょう。米を買いましょう。先月の収支です。ご用を受けたまわります。鉄砲とかも買っとこうかな。他にいっぱいあるし。ありがとうございました。まあいいでしょう。出陣します。戦場へ参る。
ご命令ください。先月の収支です。米を買います。御用を受けたまわります。さあ、そろそろいいですか。軍勢も集結してますよね、ほぼほぼ。もう一旦ぐらい待ちますか。待機せよ。止まれ止まれ止まれ、みんな遅れるな。今何月なんだ。先月の終始か。ちょっとこのまま米を何なりとお申し付けよ。蓄えましょう。何なりとお申し付けよ。米が一気に買える。毎度大きに。これで兵糧が満タンになったはずだ。なってないと。困りましたね。兵糧が戻らないなって言われてもな。行商を始めましょう。先月の収支です。御用を受けたまわります。ありがとうございました。そうだ、米持つか。みんな遅れるな。止まれ。ご命令ください。先月の収支です。さあ、米が一気にさ、これで先端を開きます。ありがとうございました。さあ、行きますよ。米がでもないと。これで米補充されたよね。されたね。ちょっと兵力が無駄に減ってしまっている部隊がいますが、まあ致し方ないですね。これ以上強くなるのは困るんだけどな。どこに行く気なんだろう。まあいいや。まず進行の指示出します。我が戦お見せしましょう。続いてですね、こちらからも攻め入ります。おっとっと、承知いたしました。その通りにいたします。勢を差し向けていきます。もう本当に総攻めですね。かしこまりました。全部隊を集中させます。私がやる。キメラは米沢城を攻めてもいいぐらいなんですけどね。
さあこれでいいでしょう。ほい、出陣する。それでは参りましょうか。そしたらここにいる直江兼続1500か。鈴木を兼続にぶつけましょうか。助太刀いたす。取り囲め。出陣する。止まれ。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。ここ兵不足だな。出陣します。我らも加勢する。加勢いたそう。敵を追い詰めろ。包囲します。加勢いたします。待機せよ。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。徳川がまた勢力を広げたのか。どこだ徳川が取った城。ここまで取ったのか。で今度ここ攻めようとしてんの。徳川ちょっといい加減にしろ。これ以上徳川が強くなると勝ち目がない。とりあえず最上を一気に押し、敵を追い詰めます。しらみつぶしにしましょう。加勢いたします。敵を追い詰めます。加勢いたします。我らも加勢する。我が道を開けよ。伊達はもう余裕がないと思いますので。承知しました。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。廃棄しろ。出陣するぞ。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。山形城の部隊がまだ兵糧が回復してないですね。はい、もうちょっと待ちましょう。助太刀いたす。止まれ。竜の戦見せてやろう。雪村というか徳川にこれ以上勢力広げられたくないので、この辺りの城をどんどんと取っていきましょう。お任せください。承知しました。包囲します。敵将捕獲しました。この辺りの部隊もどん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 と差し向けていきましょう。伊達政宗5400と今戦うのは、賢くはないですからね。ただ進行で指示が出せるのであれば、13000あれば伊達政宗が守る米沢も落とせますね。出陣するぞ。一応中流部隊として少しだけ兵は残しておきましょう。
焼き打ちしていいぞ。でこの辺りはすぐに落ちますね。敵をあぶり出せ。ご命令ください。報告いたします。このまま進めます。止まれ。お前たちに勝ち目はないぞ。よし、最上は滅ぼした。敵将、そしたらですね、退避せよ。どうしようかな。なるほど、今丸森城はすでに攻略されつつあるんで、ここを攻めるのは得策ではないですね。あそこに落ちるのを前提に、より上の方面を攻めましょう。岩出山城とかね。かしこまりました。騎乗する。騎乗しない。承知いたしました。かしこまりました。かしこまりました。困りました。承知しました。城へ戻る。よし、こんなとこかな。出陣します。加勢いたします。始めようか。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。やっぱください。加勢いたします。助け立ちいたそう。竜の戦見せてやろう。通じなさい。表情を始めましょう。このまま一気に伊達も踏み潰します。ここまで取られたから、ここを取ってさらに、待て待て待て、お前そんなに兵糧ないだろ。一回下がれ。いたしました。お任せください。下げましょう。ちょっとね、このまま力攻めすると味方の損害も大きくなってしまいそうなので、一旦下げて、その代わりこっちの部隊を。かしこまりました。なるほど、米がないんだな。いつものパターンですね。で
であれば力攻めするしかない。かしこまりました。米を買うのを忘れていた。これぞ我が軍略、我が魂よ。騎乗します。皆の者続け。一平たりともお任せください。というかもう米がないんで強行突破するしかない。でここで米を買いましょう。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。御用を受けたまわります。ありがとうございました。オッケー、助け立ちいたす。ちなみにこっちはどうなったんだ。あ、一応取り囲んではいるのね。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。深刻な米不足ですね。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。何なりとお申しつけよ。鉄砲を向かいましょう。まあ、こんなもんでいいかな。出陣するぞ。我に打てぬ敵なし。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。敵将は捕獲した。さあ全員登用します。特に兼続義満あたりはねかなり有能な武将になりますからね。さあ次どこ攻めるか。この辺りかなりの堅調だけど、ここはもうきっと家康に食われるのは明白ですからね。であれば上の方を押さえておきたいですよね。岩出山城7500か。ここ攻め取れればかなりでかいんですけどね。皆の者続け。お任せください。よし、これでちょっと様子見しましょう。止まれ。よっしゃ。お任せください。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。米は常に買い足ししておかないと不安でしょうがないですから。ありがとうございました。迂回させてください。待機しろ。取り囲め。加勢します。助け立ちいたそう。敵将捕らえたり。表情を始めます。報告いたします。兵が足りんと。
しいたした。出陣するぞ。全員登用です。お、家康が死んだか。ついに家康が死にましたね。まあ、ただ自分の実力ではないというところもありますんで、まあ、ちょっとね複雑なところではあるんですけど、引き続き対徳川戦ということでやっていきましょう。先月の収支です。報告いたします。よし、岩出山も取りました。この勢いでこの寺池城、寺地城どっちでしょう。ここも取っちゃいますね。私がやろう。表情を始めます。報告いたします。よし、米の収穫があったんで今回もスルーしましょう。徳川より使者伊達と和睦しろだと、しょうがねえな。秀忠の野郎、城に戻るぞ。非常に力を高めましょう。じゃあ表情を始めます。そうしたらですね、この間に外交とかをやっていきますね。その前に、軍団を再編しましょう。軍団を作ります。まずはこの北陸方面軍、この先多分だいぶ活躍してもらうことになると思います。この軍団任せるのは兼続です。で、他の軍団は一回消していきます。解散していきます。うん、以上ですね。そしたら軍団を一個作っていきたいんですが、本拠地がまずここにありますんで、ここはもうここにしときましょうね。対徳川の最前線になると思いますんで、この一帯は直轄領にして、この能登半島あたりを収める軍団を一個作りますか。ここは、信勝。さらにもう一つ軍団作りましょう。この辺りかな。ここはもう北陸ですね。で、続いて各方面に攻略の指示等を出していきましょう。まずは津軽と一戦交えるのはまだ早いな。どうしようかな。この結城攻めましょうか。こいつが攻めるとこないんだよな。そしたらわざわざこいつはここじゃなくて、これでいいでしょう。はい、
進めましょう。6ヶ月の停戦期間が過ぎたら速攻で伊達攻めに入れます。ご命令よ、先月の終始です。この松平、まあ、旧結城家、攻めてもしょうがないか。まずは伊達なんだよな。まずは伊達ですね。で、政宗とかを取り込みたいです。ご命令よ、先月の終始です。始めましょう、先月の終始です。伊達との、停戦もあと1ヶ月、2ヶ月か。そしたらちょっと気が早いですけど、次の月で部隊を派遣していきたいと思います。さて、まずはですね、交渉で、なんかできるところがあるかというとこですね。特にないですね。そしたら、まず部隊を派遣したいと思います。1000とかのもう少数はしょうがないんで、3000以上派遣できるところから兵を出しましょう。どこに出すかというと、うわ、もう攻めてやがる。汚ねえな、徳川の野郎。ただこっちからもどんどん軍勢を出していきたいと思いますので、掛川城に人がいないのか。取り込むのはこっちだぞ。伊達を取り込むのはこっちだ。雪村にね、もっと大兵力率いてもらいたいですよね。で、いないということが分かりましたので、いないというのは掛川城に人がですね、人を入れましょう。で、あとは進行の指示を出します。あ、まだダメか。同盟が開けてないですね。さあ、伊達との同盟が切れましたので、次からですね、伊達との戦い本格化していきたいと思いますが、ちょっと長くなりましたので、ここで一旦終了をさせていただきたいと思います。また次回よろしくお願いします。